はい、今日もあなたと役商店が本日は3月5日付がよくわからないですけどもね。さあ次刃物畑来ましたけどもね、小カブ、からし菜、今日はミブナ出しますか。はいはい、今日はさすがに冷たい雨ではありますが、まあ言うほどね、なんとかなる感じではあるですけど、寒いっちゃ寒いですけどもね。みぶな、あのみぶなでもいいな。やっぱり雨の時のね、出荷っていうのはやったことのある人だと思いますけど、普通の天気がいい時と比べてね、作業効率はねガクンと落ちますからね、動きも緩慢になるしね、気分もねなかなか盛り上がらないということでございましてね、しょうがないんですけど、そういうもんでございますよ。農業はね、いい時もあれば辛い時もあるね。いい時はね、まあいいんですよ。問題は辛い時ですよね。その時にあなたが試されるわけですよね。で、だいたい辛い時が8割9割じゃないですか。えって、だからそれは何なのって話なんですけど、辛い仕事ってどうですか。皆さん何があります。皆さんお仕事辛いですか。でもね、何でしょうかね。僕は仕事というよりも多分生きることそのものはとても辛いことなんだろうというふうにね、そう解釈してます。どうですか皆さん。私も60年生きてきてね、思うことはやっぱり二十歳になって、そして成人になって、こうやってね40年生きてきましたけど、皆さんはどうですか。私はね、やっぱり生きるということは本当に辛かったなと思います。はい、もう一回やれって言われたら冗談じゃないよというのがね、はい、正直なところです。これは一体何だろうなと思うことの方がやっぱり多いですよね。はい、だからいやもう楽しくてしょうがないよっていう人は僕は本当に羨ましいですね。そんな風に思うことは僕はほとんどなかったですね。ないです、基本的にはね。ただまあ何かはやらなくてはいけないんだろうと思ってやってるに過ぎないわけですけど、これが一体何なのかっていうのはよくわからないんですよね。だけどそのね、よく言われるように、じゃあ途中でねこのゲームをやめてしまうのかっていうのも、それも違和感があるんですよ。だから難しいんですよね。だから百姓農園さんはこのやってることに価値があるんですかって問われてね、僕ははっきりとね、いや俺のやってることに価値があるよと思ったことは一度もないし、そう言ったことはないですよね。いやいや価値があるかどうかわからんけど、やるしかなくないっていうね、やっていきながらなんか価値があると本人がね思えればいいんでしょうけど、価値があるんじゃないかなと思ってやってるっていうですよね。違います。皆さんご自分のおやりになってることに胸を張ってね、私のやってることに価値はあると言えますか。だとしたら羨ましいですね。その根拠はやっぱりね、本人があると思えばあるんだろうと思うんですけどもね、僕はね
特にこの今のこの時代に農業をやってることにどれほどの意味があるだろうと思ってやってるんですけど、よく消費者の人とか街中の都会の人はね、農業は素晴らしい仕事だみたいなことをね、いやだったらあなたがやればいいじゃないって思うんですけど、やってる当人たちはね、なかなかなもんだと思いますけどね。はい、私自身はね、そこに関してはね、本当に自分のやってることにそれほど自信を持ってやってるわけじゃないですよ。そう見えないかもしれませんけどもね。ただなんとなくね、やれるように鼓舞してるだけのことですよ。そう思わないとやっていけないっていうのが実情でね、そんな感じですよ。はい、皆さんから見てね、百姓農園がどう見えてるか知りませんけど、よくわからないですもんね、やってること、自分がやってることのこの意味がね。少なくとも何かしらね、こうなんか例えば報酬が高いとかっていうね、やってることより以上に何かこう報酬が高ければ多少まだ救われるというかね、そこでごまかしが効くじゃないですか。ごまかしてたら失礼ですけどね、気が紛れるじゃないですかね。あるいは異常に何かこうね、よく分かりませんけど、例えばお医者さんだったら命を救っていただいてありがとうございますとかね、はい、そうやって言われるとやっぱりそれは嬉しいことなんだろうなとかね、誇りは持てるかもしれませんけど、外側の要因って多分農業に関してはほぼないですよね。ありますか？僕はないと思いますけど農業に関しては多分歴史上今が最も価値がないと社会的に見られている仕事なんだと思うんですよね。だからその中でこうやっていくっていうのはね、どのようにモチベートしていくのかっていうのは大きな課題だと思うんですけど、まあそれは言ってもせんないことなのでね、しょうがないですよね。こんなもんでいいかな。よいしょ、身舟取りますか。もうそんなこと言っちゃったらね、何も始まらないんで、あまりだからこういう時は深く物事を考えないっていうね考えてもしょうがないですよこれね、っていうところにやっぱ落とし込んでいくしかないですよね。考えてなんとかなるようなもんじゃないもんねとは思ってるんですよ。さあ身舟、もうおそらく今年最後ですね。さあ出せるのか。最後身舟ね、食べても欲しいなと思ってるんですけど、これがもう最後です、今年ね、秋冬の身舟ね。ちょっと傷んでるな、ちょっと痛みが入っちゃってるんでね、ぼちぼちなんですけど、奥の方がまだなマシなのかな。自分の仕事に誇りを持てるっていうのはとても大事なことだと思うんですけどね。農業の場合、それが外側にその価値を見出すようになったら難しいですよね。そう思います。本当にそんな価値があるんだったらみんなやるわけじゃないですかだからみんなね、日本の田舎は
でこうね、農業なんかやってられるかといってみんな逃げていく仕事、それが農業なわけですよね。ああ、だからそういう中でね我々やってるわけですけど、だからといってねよそからやってきてこうやって畑をやろうとすると、ああよく来たとね、こんな田舎によく来たなと言われることってないわけですよね。不思議とね、何をしに来たと。だからよく環境問題等でね、日本の農業は守らなくてはいけないっていう、そういうふうに言ってる人で農業をずっとねやり続けられた人って僕あんまり見たことないですね。口で言うのは何とだってできるじゃないですか。でもねこうやってねこういう暮らしをずっとやっていけるかどうかっていうのは、そこら辺にモチベーションがあったら続くわけないんですよね。そんな取ってつけた外側の理由でもってね、それほど農業は甘くないのでね。よいしょ、こんだけあればいいかな。今日はミブナ入りますね、最後ね、お客様ね。今日レシピミブナ入ってると思います。ね、生きていくっていうのは綺麗事じゃないんでね。で特に農業は全くそことは正反対の仕事なのでね、僕はあのサンダンスって言ってね、ネイティブアメリカンの4日間のまず食わずで砂漠の中で踊るという儀式というか修行というかやりましたけど、それをやって思ってね、それをやった後に農業の世界に入ってこうやって30年やってきましたけど、サンダンスなんかへでもないって言ったらあれですけどもね、農業の方が厳しいですよね、うん、だって4日間が飲まず食わずで頑張ったらいいだけのことでしょ。でも農業は違うもんね。毎日毎日こうやってね、いい時もあればそうじゃない時もあるという形でずっとこうやってねやっていきますから。カラシナ取りましょう。ここに落ちていた。一個ないなと思ってた。もうビリビリになっちゃってね。このズボンはもうこれでこのシーズンでお別れですね。最後これレッドマスタード来週出して、ここの葉物もうそろそろ終わりなんですよね。早く返さなきゃいけないんですけどね。自分のやっていることに誇りを持つね、生きていくということに対してね、しっかりと自分でね何かしらこうね目標を決めて進んでいくっていうことが、もちろんそれがあればいいですけど、ずっとそれをね維持し続けるっていうのはそう簡単ではないんですよね。で常にそうやって試練がやってくるじゃないですか。でいい時はいいんですよね。でそれで成功する人はまあ多いと思うんですけど、問題は成功しなかったね、成功する人もいれば全員は勝ち残れないじゃないですか。じゃあ成功しなかった人はじゃあそれで価値がなかったかっていうと、そういうわけじゃないでしょ。でも本人はね成功しなかったとして、それでさらにね胸が張って生きていけるかどうかっていうのは難しいわけですよね。
僕はいつも言うんですけど、ね、あの農業の世界でね、こうやっていろんな人が、若い人、ね、年配の人入ってきて、全員はやっぱり生き残れないんですよ。僕もこの30年見てきてね、多分この人は難しいなって思ってやっぱり辞めていくと、ね、でも別に農業を辞めたからといって別にいいわけじゃないですか。別に負けたわけじゃないんですよ。ただただまあその仕事が向いてなかったりね、普通のことじゃないですか。会社立ち上げてね、あの今の企業年齢、企業が持つ時間って9年とかって言われてるわけでしょ。10年持たないわけでしょ、画期的な商品を開発したとしても。だから個人として職業をね、いくら変えたっていいと思うし、途中でパン屋さんやったり本屋さんやったり、職業変えればいいじゃないですかって僕はそういうように思いますよね。10年に1回職業変えられれば、そんな楽しい人生 ないですよね。僕は本当にそう思ってますね。でも残念ながら農業ってねそう簡単にはいかないんですよこれそこがね、農業という恐ろしい仕事の一つでね、これはもう魔力というかね、はい、例えばお医者さんとかお坊さんとか、いろんなそういう仕事はやっぱりなかなか職業は難しいと思いますね。一生かけてでも何かをつかめるかつかめないかわからないっていう仕事なんだろうと思うんですよね。農業もまあそういう意味でのそういう仕事なんで、40年やったところで何が分かったのっていう話でしょ、ね、そう思いませんか。農業40年やってる私よりもやってこられた方ね、そういうことなんだろうと僕は思ってますよ。なのでね、農業20年やりましたっつったって20年では多分ね何も分かりゃしませんよ、はい、はっきり言って、あこんな感じかなっていう、その初心者の段階で終わるんですよね。そんな感じだと思います。だから僕は今30年近く経ってきて、少しなんとなくこんな感じかなっていうのがちょっと見えてるだけでね、見えてきただけで、何かを自分が得したなんて1ミリも持ってないですよね、はい、まあ野菜の作り方は多少分かったっていうだけでね、たまに本当に一体何をやってるんだろうなって思うことがありますよね。皆さんもそうだと思いますけど、一体俺のやってることは何なんだろうなっていうね、その無価値感や虚しさやね、そういうものと常にね、特にこの仕事はね、称賛されることっていうのは一生ないので、だからそこに襲われるわけですよね、どうしてもね。こんなもんでいいか。困難に立ち向かうとか言うとかっこいいことのように思うかもしれないですけどね、農業って多分そういうモチベーションだと続かないですね。もっとね、淡々と、もっと諦めていくことなんですよね。もっと手放していくことなんで、何かこうやっぱり前に進むイメージを持っていると前には進まないですから農業なんてものはずっとディフェンスですからね、うん、ディフェンスってほら点を取られなかったらね、取られなくて当たり前じゃないですか。で3点4点とか入れられたら何やってんだって話になるわけでしょ。でもフォワードは1点取ったらもうそれで仕事終わりじゃないですか。農業はまさしくその通りでね、常にディフェンスなんですよね。攻めの農業とかよく言ってる人いますけどはっきり言って僕は笑っちゃいますけどね。30年やってきて僕は自分でこうやって攻めた農業をやったことは一度もないですね。まあもちろんそれは人それぞれね、いや俺は攻めてるんだって、いやもうどうぞ攻めてくださいって思うんですけど攻めの農業って何ですか多分それそういう感覚だと多分僕はうまくいかないと思いますけどね。何に一つうまくいかない、ね、何をやったところでうまくいかない、ね、それでもやっていくこと、それが農業ですよね、はい、いろんなものが襲ってきてね。
何度も毎日絶望を繰り返すわけですけど、その絶望を繰り返しながらそれでも普通にやっていくね、それが農業だと僕は思ってますね。で、果たしてじゃあそれをやっていくことに価値があるのかってね、はなはだ僕は疑問に思ってるんですけどね価値あるんですかこれね。30年やってきてね、価値があるって僕ははっきりとは言えないんですね、実を言うとね。あるかもしれないよっていうことですよね、で称賛されることはないですから、はい、日本の田舎どこ行ったところでね。でも最後にね、最後の終わる時にね、畑に立っていれば多分それがあなたの価値だとは思うんですよ、はい、それ以外には多分僕はないと思ってますけどね、はい、金銭的な意味でね、これで1兆円は残らんわけでしょ。これで1億円は残す人はいると思うけどね、でもそこに多分価値はないと思いますね、この仕事に関してはね、はい、金銭を残すことだったら他の業種をした方がいいと思いますよね。以上です。それではまた。